西宮家は平安時代に源の孔明によって戦術された夕食古事図儀式書。孔明は醍醐天皇の御子として生まれ親戚降下の後に左大臣に登りながら安奈の変で太宰府に左遷されたことで知られており、源氏物語の光る源氏のモデルの一人とも言われている。孔明帝が当時では珍しく西宮側にあったことから、 西宮左大臣の異名で呼ばれ、署名の由来となった。本書の執筆年代は不明であるが、動機の一つとして、アンナの変の際に共に、太宰府に送られた息子源と仕方に、夕食古日を伝授するために執筆されたとする見方も、ある。何度か増補、皇帝が行われたらしく、初公本、最高本などが存在し、さらに、公明没後にも、 古一条天皇の時代に整理、過失された部分があり、内容、構成が違う3種類以上の系統の本があったと見られている。さらに著者の途中で他の書の内容の混入や重複した記述も行われたと見られる。そのため、関数が様々で記録では4巻、10巻、15巻、16巻などと伝えられているが、現存本には17巻、18巻本なども存在している。 なお、15巻本が公明による厳選本と考えられているが現存せず、本文を整理して代わりに漢物などを充実させた10巻本がルフ本として広く知られていた。基本的な構造としては、毎年の恒例行事を1月から12月まで月ごとに配列した恒例と臨時に発生する行事について記した臨時に分けられ、個々の記述は割中を含めた本文と 多くの文献の引用などによって出典を示した多数の当初、祖場所、裏書きなどからなる漢物から構成されている。10世紀の宮中儀式の内容とその由来について詳細に知るための根本資料として重要である。現在知られている古写本としては、御事教閣文庫蔵書の巻古本18巻、東山御文庫蔵書の巻古本3巻、 国内庁所領部蔵書の巻古本17巻などが知られている。関口地から、石棺時代文化史研究 ISBN 978から4から 784213443P170 から174。ありがとうございます。